にビントレスを持ったオネがインターチェンジにやってきたぞ。クラス5アーマーも着込んで臨戦態勢。これはもう負けられませんわ。注意、この動画には大変なガバ、大変なガバ、大変なガバが含まれています。温かい目で見守っていただけると幸いです。ちなみにガバメントは出てきません。はい、やっていきましょう。ビントレス、今日はセラピストさんのタスクで寮内の部屋のケースを手に入れることが目標です。ビントレス持っていく武器は ADAR、 アダーって読むのかな。民間用の M4 みたいな感じ。セミオートしかできないので室内戦は若干不利なんだけど、そこは連打力で補うぜ。というわけで結構走ってきました。今のところ銃声はしないし、一番乗りできるかな。目的の場所は人気がない方の2階建ての寮だし、チラッと見てくるだけならすぐできそうだね。そろそろ見えてくるね。あの建物が寮、このマップで一番の激戦区だね。突撃前に鍵の確認を。確か114号室の中に目的のケースがあるんだよね。寮の鍵をひたすら詰め込んだから多分あるはず。114号室で間違いないね。さて、あとは鍵があるか。あの、ないんですが。あれ、持ってなかったっけな。取りに戻る？さすがに何もせずに帰るのはなぁ。割と失っても痛くない装備だし、3階建ての儀式部屋開けに行こうかな。忘れ物をしたため、激戦区に突入です。まずは2階のクリアリングから。儀式部屋は3階にあります。ゆっくりクリアするのもいいけど、長居すると人が集まってきたりするから、開いてない部屋は無視していこう。階段を上がって左の一番奥の部屋だね。え？あそこのドアは最初から開いてるのかな？ちょっと怖いね。ここはクリア。これ角見るとき毎回2分の1の勝負になるよね。それはもうオネのスーパーラックでどうにかする。スーパーラックイズゴッド。安全なクリアの方法があったら教えてほしいです。さて、この不気味な感じのろうそくが乱立しているところが通称儀式部屋です。ここには武器とかレアアイテムが多くスポーンすることがあるみたい。開けたら閉める。さて中身は？お、なんだこれは。鍛え抜かれたタルコフ市民は、わからないものを数秒間触るだけで理解することができるのだ。これは、クーラーボックス。クーラーボックスとは、食料をたくさん入れて保存しておける、とってもすごいものなのだ。これはぜひ持ち帰って、我が家の冷蔵庫として頑張っていただきたい。今回持ってきたアダーの上位互換の M4 も手に入ったし、うまうま。もうこれはさっさと帰りたいやつだね。まだ寮付近での騒ぎもないみたいだし、早く外へ行こうか。これ持って歩くの、ほんと精神的にきつい。落ち着いていつもの感じで行けばきっと脱出できるよ。武器クレートでも漁って気を紛らわせるか。どう？紛れそう？もう一回り大きいバッグ持ってくれば SKS も持っていけたな。さらに精神的負荷が大きくなるのでは。クーラーボックスを持ってる時点で私の心はズタボロです。ちょっと M4 もいじっちゃう。中の弾は M855 か。なら856のが貫通力高いし、856に変えとくか。え？よし、M4 も完璧だし、もし敵が来てもこれで倒すぜ。できれば接敵は控えたいですがね。寮を抜けちゃえば危険地帯は少ないはずだから、頑張ろう。って敵？今の銃撃戦ちょっと挨拶みたいだったね。その挨拶が敵を倒してることを祈る。うわっ！グレネード！逃げろ！敵も手応えはあるだろう、沈めてくるだろう、ね、私はそこを迎え撃つ。今のは割と当たったはず。ここはサルのアダーで。やばい、リロードしてない。
なんか見失ってる。この間にリロード。なんとか勝った。別の人の声もしてたから気をつけて。まずは止血だね。さっきの戦いで足をやられてしまったから走れなくなった。相手の持ち物に直せるものがあるといいんだけど。7.62 の AK 使いたかったんだよね。これはありがたい。この一クラス5アーマー着てるし、よく勝てたなこれ。リグもアーマーももらっていっちゃいますか。アサルテが震えてなかなかブッチに狙いが定まらないよ。結局、足は直せなかったので、歩いて帰るよ。なんかいるし。これはさすがに取れないかな。先を急ごう。運よくボートがまだあったので、これを使って脱出だね。これなかったら歩いて川渡らないとだし、ほんとよかったね。いろいろと運が良かったよ。ほんと。手に入れた AKM がこちら。AKM は木製のイメージがあるけど、メタリックなのもかっこいいね。しかも、この入ってる弾の BT 弾、すっごいお高い弾なんですよ。しかも、このマガジンに入ってる BT 弾、すっごいお高い弾なんですよ。これを持って、早速さっきのタスクのリベンジです。ちゃんと今回は持ってきました114号室の鍵。持ち手が青だから寮の鍵だとは思わず勘違いしてました。うっかりさんね。ついでにさっき儀式部屋で美味しい思い出来たからできたら寄っていこうかな。持ってきた装備もさっきの人のまんまだしね。失うものがないのよ。私には、早速いるし。一人はやれたけどまだ奥にいるな。さすがに大口径は反動でかいね。奥にフラッシュ投げて突っ込むか。手前に落ちましたが、眩しい。奥の人にもダメージ入ってるはずだし詰めるよ。二人いるのかい。これでやったか。とりあえず回復しよう。スカブかと思って相手してたんだけど、相手もしかしてプレイヤーさん？確認しよう。トップタグつけてるってことはプレイヤーさんだったのか。レベル5でこの装備はなかなか頑張ったね。保険で戻ってくるものは置いていってあげるか。人に情けをかけられるほどオーネちゃんは強い？情けは人のためならず。だよ。だからみんな私の装備を見つけた時はそっと野原に返しておいてね。めちゃくちゃである。こっちはナイハーさんだったか。じゃあドックタグだけいただいて。儀式の扉を開こう。お、馬がいっぱいいるね。あとは MP7 か。少しお高めの銃だった気がする。さっきの M4 といい、高額な銃が湧きやすいのかな。まあここを生き延びるのも大変だしね。さて、あと一人の死体を漁りに行きましょう。この人は何を持ってたのかな？ VTO か。アーマーはクラス4だけど壊れてるね。さすが BT 弾。全体的にランクが低い人たちだったみたいだし、パーティー撃破はラッキーだったね。その後10レベルを越した3人組に殺される未来が見える。どうかもうこの人たちには会いませんように。というか目をつまむためにも、さっきの銃はいただいていくか？ひどい。ふふ。冗談だよ。さて、帰りますか。え、タスクは？あ、すっかり忘れてた。それじゃあ隣の棟に移動しますか。さて114号室はどこだ？
ね。ドアザオープン。そしてオープン&クローズ。詳しいケースの位置は聞いてないから自力で探すしかないな。いやも探すの手伝おうぜ。頼んだぜ。ここ金庫も PC ケースもあるし普通に美味しくない？ GT、なんだこれ。PC ケース何も入ってないし。さてさて目的のケースはどこにあるかな。これか。OK。これであとは持ち帰るだけだね。脱出だ。その前に喉乾いたから休憩とする。外は騒がしいね。こうやって窓から見る景色もいいもんですな。休憩終わり、走るぞ。よしよし、ここもいないね。いやー今回は楽勝でしたな。部屋に二人いた時はどうなるかと思ったけどね。正直ナイフマンが突撃してきてたら危なかったよね。うんうん。ゴールも近くなってきたし、ここは慎重に行かないとね。ここにフラッシュを投げる。待ち伏せ対策だね。どうやらいなかったみたいだ。それじゃあ帰ろう。ということで無事、セラピストさんのタスクを達成です。おお、一気に新しいタスクが増えたね。やることが増えて私は満足です。それじゃあ、オネが満足したコトロで今回はここまで。コトロで。そういえば、今日テクノスピーチから新しく、チャビオ AI のニュースが出てきたよね。あ、そうだね。私たちのトークボイスも参入するみたいだから楽しみだよね。ソングのデモ音声なんかを聞いてみると、以前と比べて見違えるほど自然になってるから、ぜひチェックしてみてね。概要欄にリンクを載っけておきます。それでは今度こそここまで。ご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。